みんなの思いリーグ制覇へ。普段と同じスタジアムの雰囲気はいいですね。アウェーなのにホームのような。そうなんだよね、アウェーなんだよね、はい、アウェーでもこんな、これね、スタンド揺れたって言ってました、地元、あのここにいてた人。これを出すのがすごいな。うん、すごいね、アウェー6万人近いんでしょ。まず14分に浦和のシーン、磯貝から永井選手。なるほど、まあ、横浜市としてはあんまりああいう状況にはしたくないんだろうけど、立ち上がりレッツにとってもいいシーンはこうあったわけですね。うん、次の選手のセーブです。続いて17分です。今度は横浜 FC、 おー、勝選手がこれだ、打ち込み、ナイスボール、ねじめ選手。いやー、これで横浜 FC が1対0とリードをします。まあいいところに走ったし、ナイスボールでしたね。あの局面、この局面をこう打開したところで、まあ一つ勝負ありですけど、うん、まあ、ワントップ、その数ワントップでやってるにもかかわらず、2列目のねじめがよくここまでランニングしてきましたよね。まあ、ボールで決まり、ランニングとボール、その人の動きで決まった点ですね。続いてこちらは31分、また横浜 FC、 片田選手のシュート。ーこれは都筑選手がセーブします。片田もだんだん雰囲気が出てきたんだけどな。続いては35分のシュート、また横浜 FC のシーンです。ナイスボール。いやー、こんなのもあったの。そう、三浦篤弘選手、そしてねじめ選手、さらに中央で片田とカズ。うわー、なんで、ね、続いてはこれは50分のシーンです。後半、ね、後半入りました。落ち着いてるな。じゃ、いやー、お互いに途中出場の田中達也選手もシュートしましたが決まらず。いや、やっぱりこう能力高い選手多いですね。まあ、シュートよし、まあ、キーパーもよし、あそこをなんとかしたかったな、田中達也。続いて71分のシーンです。うー、いいボール、ポンテのクロスに田中達也選手。しびれただろうな。もうボールもパーフェクト、タイミング、動き出しのタイミングもパーフェクトですね。続いて73分、また浦和のチャンスが来ました。平川選手からワシントン。よく体寄せたな、今誰寄せたの。誰だろう。よく寄せましたね。もう勝てるとは思ってないんだろうけど、気持ちが本当に入ってますね、横浜市の選手も。続いて85分、浦和のシーンです。永井選手からワシントン、うん、そして田中。まあ、チャンスあるだけにね。うーん、このまま試合は1対0で終了。横浜 FC は本当に最後に意地を見せたといいますかね。そうですね。ただレッツの選手、関係者から